ください。1本目踏み込みが甘いでござる。魔法がどけもらったもらったこれ以上余計な仕事を増やすなよ。死なせはしない。時代が再び流れ始めた。とどまることはもう許されない。今までありがとう。そしてさようなら。拙者は流浪に。また流れるでござる。明治11年5月14日この日、日村謙信は天下の覇権を狙う志々雄真の野望を阻止すべく再び流浪にに戻り、漆黒の闇の中へ一人消えていった。一本目
戦い続ける修羅道に生きるお庭番衆の中で、ダブーな口聞かないで。2本目死なせはしない。Come on!
の手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。時代を作るのは刀ではなく、それを扱う人でござる。俺の本気を見せてやろう。覚悟はいいな。天に剣竜you
手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。俺の本気を見せてやろう。覚悟はいいな。天に剣風流戦。死ねない。俺はまだ死ぬ。これで決着をつける。恐れるものは何もない。飛天御剣流。おう、天かける竜のきらめき。約束の時だ、ヒムラバ。一本目。Ha!
この手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。待った。なせはしない。
大シャック作。一本目。
塩誠は炎の中にその姿を消していった。そして1ヶ月、自分の中の抜刀斎を恐れ皆を危険に巻き込むまいと流浪人に戻った謙信は再び東京に戻る。薫たちのもとに。謙信、お帰りなさい。ただいまでござる。しかし人斬りとして生きた過去はまだ謙信を許すことはなく、